出雲型ヘリコプター搭載護衛艦の2番艦である加賀、アメリカ本土での F-35 ライトニング 2B 型のテストへ派遣され到着したとの情報をキャッチしました。今回は、そんな護衛艦加賀の F-35B 戦闘機認証プログラムを詳しく見ていきますね。以前の出雲のテストと違って、加賀のテストは、空自からも結構同乗していて、本格的なテストとともに、パイロット関連の育成も含んでいますね。これは、飛行するときは、F-35B 戦闘機4機ほど艦載するのではないでしょうか。見てみたいね。2024年9月現在、海上自衛隊が保有、運用を行っている艦艇の中にあって、最大の大きさと規模を誇るのが、出雲型ヘリコプター搭載護衛艦、艦首記号、DDH であることは、今更説明する必要はない周知の事実だろう。この出雲型ヘリコプター搭載護衛艦は、1番艦にして、ネームシップの出雲と加賀の2隻が建造されているが、こちらもご存知のように従来までの回転翼機だけでなく、固定翼機の運用を可能とするための航空母艦化改修が行われている。出雲型ヘリコプター搭載護衛艦の2隻が、新たに艦載機とする準備を進めているのは、アメリカは、ロッキード・マーチン社が中心となって開発した、いわゆる、第5世代戦闘機の F-35 ライトニング2の B 型と呼称されている機体だ。世界的に見ても、この F-35 ライトニング2を艦載機とする艦艇は限られており、本国たるアメリカ海軍のワスプ級やアメリカ級の強襲揚陸艦、イギリス海軍のクイーン・エリザベス級航空母艦、イタリア海軍の軽空母カブールのみである。ここに、海上自衛隊の出雲型護衛艦も名を連ねるべく、F-35 ライトニング2の艦載母艦として、必要な改修作業を、2隻が、それぞれ5年に1度の大規模点検のタイミングを利用して、2度に分割して進めれてきた。そして、現状では出雲型護衛艦が、2隻とも1度目の大規模改修を終えた状態にあったが、その中で、最も大掛かりな全通式飛行甲板の先端部分の拡幅工事については、後に改修工事に入った2番艦、加賀が先行して実施された。そのため、今回2番艦の加賀は、1番艦の出雲に先んじて、アメリカ本土は、カリフォルニア州のサンディエゴの沖合にて実施される F-35 ライトニング B 型を艦載機とするための艦上での運用テストを受けるために、同地へと派遣された。護衛艦、加賀は、2024年9月17日に、母港である広島県の呉海軍基地を出港、一路アメリカへと向かったが、これは、海上幕僚幹部からは、IPD24、令和6年度インド太平洋方面派遣の任務の一環であると説明されている。IPD、インド太平洋方面派遣は、2017年より毎年実施されている取り組みの一つであり、ここへ派遣される海上自衛隊の艦艇や航空機等が、他国の海軍等との合同軍事演習の実施を通して、自由で開かれたインド太平洋という理念の実現を目指すものだ。今年の IPD24、令和6年度インド太平洋方面派遣において、護衛艦、加賀は、第4水上部隊に所属する艦艇となっており、様々な国軍との合同軍事演習に従事していたが、いよいよ、航空母艦界の重要なテストに参加することとなった。アメリカ本土のカリフォルニア州サンディエゴの沖合にて実施される F-35 ライトニング B 型を艦載機とするための艦上での運用テストについて、護衛艦加賀は、2024年10月5日から翌11月18日までのおよそ6週間強の日程を要すると報じられている。この F-35 ライトニング B 型を艦載機とするための艦上での運用テストは、同機を運用する母艦すべてで実施され、了承を得る必要があり、前述したアメリカ海軍のワスプ級やアメリカ級の一部、そして、イギリス海軍のクイーン・エリザベス、イタリア海軍のカブールが、すでにこれを終えている。海上自衛隊側からの報告によれば、今回の加賀にて実施されるテスト項目は、まず艦載機となる F-35 ライトニング B 型による短距離離陸と垂直着陸が、同艦の飛行甲板上で実際に行われることと説明されている。そして、その次に、主として、
加賀の飛行甲板上に着陸した F-35 ライトニング2を、そこから、昇降用のエレベータ等を使用して、艦内部の格納スペースへと実際に収容する一連の手順が、実際の運用を想定して実施される模様だ。ただ、個人的には、この加賀の飛行甲板上に着陸した F-35 ライトニング2を、エレベータ等を使用して、艦内部の格納スペースへと収容するという内容については、同艦の F-35 ライトニング2に対応した艦内スペースの整備は、2度目の改修で実施される予定であったと記憶している。したがって、現時点で、この一連の動作を行うとしても、航空母艦化改修が完全に終了した後のやり方とは、若干の齟齬が生じる可能性もあるのではないかと感じているのだが、そのあたりの事情については、現時点での情報では確認ができていない。まあアメリカ側としてみれば、短距離離陸、垂直着陸という固定翼としては、特殊な運用が求められる F-35 ライトニング 2B 型に対して、安全な運用管理が可能な艦であるとテストを通じて認定できる基準を満たしていれば良いということなのだろう。ちなみに、先に航空母艦化改修の1回目を終えた出雲は、飛行甲板の拡幅という最大の改修は行われなかったものの、四国沖の海上において山口県の岩国基地に駐機しているアメリカ海兵隊の F-35 ライトニング 2B 型による発着艦テストが行われ、無事クリアした経緯がある。今回の加賀のテストが実施される海域は、アメリカ本土のカリフォルニア州サンディエゴの沖合であるが、これを行う F-35 ライトニング 2B 型は、アメリカ海軍航空システム司令部が誇る最大規模の飛行テスト部隊である VX-23 第23航空試験評価飛行隊がその任に当たるとされている。VX-23 第23航空試験評価飛行隊は、1995年に設立された比較的新しい部隊であり、アメリカ本土のメリーランド州にあるパタクセントリバー海軍航空基地を拠点として、同国海軍の様々な航空機関連のテストを担う専門の部署である。今回のテストに備えて、護衛艦加賀には、同艦の運用を担当する海上自衛隊の乗組員は、もちろんのこと、艦載機となる F-35 ライトニング 2B 型を扱う航空自衛隊の担当者も、およそ20名ほどが選抜されて加わっていると報じられている。これらの人員をもって、今回の F-35 ライトニング 2B 型の運用の認証を得るテストに参加した後、護衛艦加賀は、2024年12月15日を、目途二母港である広島県の5基地に帰投する予定であることが、すでに公表されている。護衛艦加賀を含む出雲型ヘリコプター護衛艦艦式号 DDH は、その呼称からもわかる通り、最大で各種の回転翼機を14機ほど収容し、運用可能な能力を持ち、ことに敵の潜水艦を探知、発見して排除する追戦戦力に重きが置かれた艦艇と言えた。今の航空母艦化改修の終了や、実際に今回のアメリカ本土におけるテストを通して、F-35 ライトニング 2B 型の運用が可能となれば、それらに同機の並走による空対空、空対艦、空対地等の能力が新たに追加されることとなる。ただし、F-35 ライトニング 2B 型は、その機体の特性上、通常滑走路使用の A 型やカタパルトを装備した航空母艦向けの C 型よりも、並走で3割弱、燃料で2割弱ほど、それらの搭載量が少なく、行動半径や戦闘能力には制限が伴う。また、出雲型ヘリコプター護衛艦の2隻は、2回目の航空母艦化改修が完了した場合でも、艦内に収容可能な F-35 ライトニング 2B 型の数は、最大でも10機前後と目されており、過大な航空戦力を期待するのは、少し無理がありそうだ。日本では、現状では、F-35 ライトニング 2B 型を総数で42機調達する計画を進めているが、今年2024年度中には、最初の機体が、宮崎県の新田原航空基地に配備される予定であり、同時並行での準備が行われている。今の日本における最大の防衛上の焦点は、中国に対する南西諸島防衛をいかに強化するかということが問われており、使用可能な通常の滑走路が、ほぼ沖縄本島に限られる中で、護衛艦加賀らの重要性は増していると言えそうだ。
特に加賀は、2024年9月17日に、広島県の5海軍基地から出港し、アメリカカリフォルニア州サンディエゴ沖で、F-35B の艦上での運用テストに参加するため派遣されました。このテストは、航空母艦としての機能を完全に果たすための重要なステップであり、艦載機の離れ着艦操作の確認や、機体の格納方法の検証を含んでいます。この動きは、インド太平洋地域における、自由で開かれたインド太平洋戦略を具体化し、地域の安全保障環境を強化する日本の意思を明確に示しています。回収された加賀及び出雲は、F-35B を活用することで、従来のヘリコプターによる対潜戦力に加え、空対空、空対艦、空対地攻撃能力を備え、より多角的な軍事オペレーションに対応可能となります。これらの回収と運用試験は、日本が地域における軍事的及び戦略的プレゼンスを増すための具体的なステップであり、同国の防衛能力の新たな次元を示すものです。